ブルーの ZBVZ37A 機関銃は1937年にチェコスロバキアで開発された銃機関銃である。1907年にオーストリア・ハンガリー帝国の正式機関銃となったシュワルツ・ローゼ銃機関銃は第一次世界大戦で活躍した。この銃機関銃は当時オーストリア人であったシュワルツ・ローゼが設計しステア・ダイムラー社により生産。 第一次大戦後もオランダ・ハンガリーなど多くのヨーロッパ諸国に採用された。大戦後、オーストリアから独立を果たしたチェコスロバキアの陸軍は、このシュワルツローゼ m 1 9 0 7へ、機関銃を 7.92X57mm モーゼル弾用に回収して引き続き使用してはいたが、これには満足せず、早くも1919 19年には旧式化を理由に、 新型重機関銃の開発研究を開始している。シュアルツ・ローゼは特に生産後期型では機関部の故障などは少なく、当時としては比較的優秀な重機関銃であったが、水冷式のため重くて、機動性にかけ、冷却水の確保運搬も扱いづらさを増していた。そこで陸軍は1930年に重量軽減を主眼とする仕様を策定し、 1932年の ZB50、1933年の ZB52 の試作を経て、1935年に ZB53 が完成。1937年に ZB53 はブルーの ZBVZ37 へ機関銃として正式採用された。原型は当時ブルノの兵器将の銃技師であったホレック兄弟により設計された。 弾薬には 7.92X57mm モーゼル弾を使用し、球弾方式にはメタルリンクのベルト式を採用した。球弾は銃の右側から行う。ガス圧作動方式で重心の冷却機構には空冷式を採用している。機関部はシュワルツローゼに比べて簡略化され、長期間使用しても故障が少なかった。重心も 簡単に交換できるように改良され、機関部の観測機装着により、銃の外部から発射速度を500発、フンと700発、フンの2段階に変更が可能であった。また、銃下には三脚型を使用し、対空射撃に使用することも可能であった。大日本帝国の92式銃機関銃や、ソビエト連邦の五粒ノフ SG43 と並ぶ。 近代戦対応型の極めて攻撃的性格の強い銃機関銃であるが、これらと同様、汎用機関銃である MG34、MG42 の前には少々陳腐の感は否めない。VZ37 は1937年からチェコスロバキア軍の支援機関銃として配備が進められたが、自国の国防のためにその進化を発揮することはなかった。 ナチスドイツによる保護量化の後もブルの兵器商での製造は続けられ、ドイツ敗戦により一旦停止したものの、再独立後には生産を再開、最終的には1947年まで製造されている。また、VZ37 は ZB53 の名称で、世界各国に輸出され、中華民国やベネズエラ、ユーゴスラビア、ルーマニアなどに広く輸出された。 イギリスでは戦車搭載用にベサ先艦銃の名前でバーミンガムスモールアームズがライセンス生産した。ドイツ軍は MG37 と命名し1939年から1940年にかけて陸軍の2009部隊と武装新兵隊で終戦まで使用している。戦後も鉄のカーテン以前の短い期間ながら中東諸国などに輸出された。 ありがとうございます。